追加はプラムから作られるルーマニアの伝統的な蒸留酒でアルコール度数約24から65%の強い酒である。ルーマニアではプラム以外の果物や穀物から作った蒸留酒はすべてラキウまたはラキエと呼び、追加と呼ぶのはプラムだけから作ったものに限られる。追加は 様々な果物の蒸留酒からコーヒーで風味付けした伝統的なルーマニアのコニャックを作る際の主原料にもなる。瓶詰めつ、イカ伝統的に追加は10月上旬から12月上旬にかけてワイン作りを終えた後に作り始められる。仕事を翌年に持ち越さないよう通常はクリスマス前までには終わらせる。プラムは大きな損に入れられ6から8週間を置いて発酵させる。 ルーマニア企画でも伝統に従って火山と呼ばれる銅製の蒸留器を使い熱源に通常は木材、さもなくは木炭を用いて蒸留するものとされている。上流の際の温度は伝統的に上流器から出る音を聞いて判断され上流過程で出てくる蒸留物をテイスティングすることで制御される。蒸留された追加には以下の2グレードがある。 上流された追加は、創生の熟成損に詰めて6ヶ月から10年、熟成させて追加バトレナとするか、すぐに飲む追加プロアスパータとされる。損で熟成させることにより、真珠光沢を持った、黄色く強い方向を持った酒に仕上がる。追加を作る職人は、地域によって、追加利、飾な利、または、火山寺などと、様々に呼ばれる。追加には精油分が含まれないので、 水と混ぜても白くなったり、不透明になったりすることはない。追加は伝統的な方法で作られ、自家消費用に作ることも認められている。過去には自家消費用に家庭で作るのは違法とされていたが、政府は追加がルーマニアの伝統に根ざしたものであることを踏まえ、自家消費用に作ることを容認するようになった。一部のコミュニティでは、 製造許可を得て合法的に生産しているところもある。一般名詞としての追加は、法輪化や高ル率、トーラなどのプラムブランデーを総称するものである。追加の銘柄を表すには、オールド、セレクテッド、スーペリアなどの語が用いられる。商業的に有名なものとして追加区ークがある。これは、プラムの実が丸ごとガラス瓶の中に入ったもので、春や初夏にかけて、 空き瓶を木に吊るし、瓶の中で身をつけさせることで作られる。通常、追加は食前酒として供され、伝統的にすべての食事において出される。ほとんどの場合で、ショットサイズ一杯だけ出され、一口で飲み干される。追加は、結婚式、洗礼式、収穫祭、宗教上の祝日といった、あらゆる伝統的な祝い事のほか、家族が集まった時、さらには、 目覚めの際などにも供される。ルーマニアの田舎では乾杯の際の飲み物としてワインではなく追加が出されるところも多い。これも食欲増進のため食事の前に飲まれる。農村部の生活風景には追加の瓶はほぼ必ず描かれる。プラムの木はルーマニアの果樹園で最も広く栽培されており、農家で自家消費用に作られる追加は1家族あたり年間。 10から200リットルほどとされる。追加は、ちょっとした作業や、友人同士の手伝いなど、雇用契約に基づかない労働への対価として、使われることもある。ルーマニアは、欧州連合で、最大、世界でもトップクラスのプラム生産国であり、ルーマニア農業省によれば、作付け面積は、約6万5000ヘクタールで、その生産量の80%が、追加生産に回されている。 ありがとうございます。